前にテスラのオートパイロットの注意点について説明した動画を上げたんですが、今回同じように東名高速を走ることがありまして、で、全く同じ場所で同じように誤作動しました。前回は、びっくりしてドライブレコーダー録画し忘れてたんですけど、今回は録画したので、その時のを、紹介していこうと思います。で、場所なんですが、東名高速の下り中井パーキングエリアの出口付近です。小田原のあたりですね。で、ちなみにテスラには、ドライブレコーダーが内蔵されていて、こんな感じで動画が4方向別々のファイルで記録されます。画質はちょっと微妙なんですが、こんな感じで合成して同時に表示しています。で、この辺りずっとオートパイロットで走ってるんですが、もちろんハンドルには手を添えて、で、線がちょっと消えかかっていたりしますが、全然問題なくこの辺は走れています。なんですが、ここですね、今ちょっと一瞬、画像が乱れたんですけど、ちょっとスローで再生してみます。でも、パーキングエリアの出口付近で、右に若干カーブしています。で、なんか線は半分消えかけているんですが、ここで、右に半分ずれたような線、これ矢印なんですね、本当は。ただその矢印のセンター部分が消えていて、ほとんどただの直線みたいになっています。で、これのせいで、誤作動を起こして、右側に、違う車線ができたんじゃないかっていう多分判断して、で、一瞬右にハンドルを、急ハンドルが切られます。ただ、危ないと判断してすぐ、その右ハンドルをやめて、警告音が鳴って、ハンドルを持てっていう指示になります。つまり、そのタイミングでオートパイロットは解除されます。その辺の引き継ぎは、結構ちゃんとできている気がして、びっくりはするんですが、急ハンドルもほんの一瞬なんで、隣に車がいてもぶつかることはないと思います。多分車いたらそんな急ハンドルは切らないと思います。もちろんハンドルを握りながら、使うオートパイロットなんで、すぐ人が引き継げて、事実上あんまり問題はないですが、手離してるとさすがに危ないと思います。動画見返してみても、正直ここだけ見たら車線どっちか分かんないですからね。正直これは道路管理側の責任かなとは思います。人だったら、なんか車線やばいけど、まっすぐ走るかと思うと思うんですが。で、ちなみに、航空写真で、Google マップで上から見るとこんな感じで、やっぱ車線が、おかしいですね。その右に半分ずれたところだけを見たら、そっちが車線に見えます、完全に。いろいろ言ったんですけど、ここがイレギュラーなだけで、オートパイロットはすごいよくできています。普通の道路であれば、もちろんハンドルは持たないといけませんが、運転しているふりだけでほぼ自動で走れます。で、ちなみに線が、消えているだけであったらほぼ問題はないですね。完全に消えるのが何分も続くとさすがにどうなるか分かりませんが、時々急に薄くなったりすることは、高速だとよくあるんですけど、それぐらいだったら普通に走り続けます。こんな感じでダミーのよくわからない線が出現した場合は、やっぱ混乱するのは、人でも機械でも同じだなと思いますが、基本的には総じて、オートパイロットには満足しています。何千キロか多分高速乗ってますが、解除されたのここだけなので。こんな感じで、普段このチャンネル旅行のチャンネルなんですけど、コロナで旅行行けないのでテスラの動画も上げています。興味あれば、楽しかったっていうのであれば、チャンネル登録と高評価、あと SNS でシェアよろしくお願いします。テスラについて聞きたいことあったら、コメントで、書いていただければお答えします。では。